ゲオルク・マルクライターは、オーストリア・フォアールベルク州出身のサッカー選手。グラスホッパークラブチューリッヒ所属。ポジションはディフェンダー。フォアールベルク州の FC シュルンスでサッカーをはじめ、フォアールベルク州のサッカー協会アカデミーに入団。2007年夏に、オーストリア・ブンデスリーが一部に属するラス・クリンツに移籍。2007年7月28日。 FC レッドブルザルツブルク戦でフォーバックの一員としてフル出場し、オーストリアブンデスリーが一部デビューを果たす。2008年夏 SC ウィーナーのイシュタットへレンタル移籍。同チームの主力センターバックとして30試合に出場4得点を決めた。レンタル期限満了とともにラスクリンツに復帰。新しいシーズンを迎えるにあたり、リーダーシップを見込まれ。 若干21歳でチームキャプテンに任命される。2009年9月12日、SK シュトゥルムグラーツ戦の後半95分で3の3になる同点ゴールを決め、シーズン最初のアウェーゲームでの勝ち点獲得に貢献した。2010から11シーズンから FKA アウストリアウィーンに所属。ブンデスリーは一部で2シーズンを戦い、22歳で UEFA ヨーロッパリーグでのデビューも果たした。2012から13シーズン、8月に、カップ戦1試合とリーグ戦3試合に出場後、イングランドチャンピオンシップ所属のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC に移籍する。2012年9月19日、イップスウィッチタウン FC 戦でデビューを果たす。ポートマンロードでのこの試合を2から0で勝利する。2013から14シーズン、 デンマーク一部の強豪 FC コペンハーゲンにレンタル移籍する。2013年9月17日、24歳で UEFA チャンピオンズリーグでのデビューを果たす。2015年8月24日、ドイツ分で3が2部に属する1、FC ニュルンベルクへの完全移籍が発表される。一席後すぐにチームの主力センターバックとしての地位を確立し、 2017から18年シーズンには、ブンデスリーが2部で準優勝。ドイツブンデスリーが一部復帰に貢献した。2017年1月19日に2021年6月30日までの契約延長が発表された。2018年12月3日、バイエルレバー空前戦で1-1の同点ゴールを決め、ドイツブンデスリーが一部における初得点を決めた。 UEFAU-19 欧州選手権2007にオーストリア代表として出場した。ありがとうございます。